奏傷は、外的、内的要因によって起こる、体表組織の物理的な損傷を指す。はじめと傷という異なるタイプの損傷をまとめて指す、奏傷である。日常語では、体以外のものに対するものも含めて、傷と呼ばれる。その形状や原因などによって、作家症、接奏、列始め、思想等々に分類している。応急処置の止血は、 圧迫による。早傷からの回復を促すために、早傷環境調整が提唱されており、エシ組織の除去、感染や炎症への対処、乾燥の防止、浸出液の管理などがある。軽い傷は、水道水や、生理食塩水によって洗浄され、外用薬、適切な湿潤環境を維持するための薄い早傷被覆剤が用いられる。目的なく、 万全と消毒などは行わず、感染しつつある段階から、消毒や抗生物質などによる対処が考慮され、エシ組織がある場合には除去され、浸出液を吸収するためのドレッシング剤が選択される。はじめに傷あり、傷に傷なしと言われるように、総称の定義では、はじめは皮膚の破綻を伴う損傷を指し、傷は皮膚の破綻を伴わない損傷を指す。 皮膚表面の損傷部分の表面を双面と呼び、日常語では傷口という。はじめの周辺部を双円と呼ぶ。はじめの底部、深い部分を双底と呼ぶ。重層や死層のように、一般的に双面積が狭く、深いはじめの場合、はじめの表面を双甲と呼称する。層症というのは、軽症の場合、生体の持つ自然治癒力によって、 肉が形成、繊維化の段階を経て、自然治癒する。人は日常生活を行う中で、些細なことで軽度の傷を作ることは、それなりにある。日常的にできる、特に軽度の総称の場合は、当人は、特に何もしなくても、全く痕跡も残さずきれいに、自然治癒することも多い。また、軽度のものの場合、一般に人々は、水による洗浄や、 伴走膏などの簡単な処置をするだけで、あとは自然治癒力に任せて治しているが、稀に何らかの要因からその傷が、後となる形で残ってしまうことがある。ただし、軽度の喪傷や動物による噛み傷であっても、破傷風や狂犬病、その他の感染症により、重篤な事態に至ることがある。動物などの場合は、基本的に自分の舌で舐めて、あとは、 自然治癒力で治している。人間でも、動物に習って、小さな作家症などは舐めるだけで済ませる人もいる。止血は、圧迫によってなされ、重症では止血体が用いられる。損傷がある程度以上の範囲に及ぶ場合は、止血、縫合、修復、食費などの外科的治療が必要、あるいは望ましいとされている。こういった総症というのは、死として、火災。 交通事故、戦争、スポーツ、喧嘩、産業事故などの場面で発生している。高齢者の場合は、日常生活の些細なことからもそれなりの損傷を受けやすい。高齢者では、階段の上りより、敷居をまたぐ、などといった動作をきっかけにして、損傷を受けてしまうことがあるのである。また、高齢者の場合、若者に比べて、 総称の自然治癒の速さもそれなりに遅くなるので、なおさらそれに悩まされる、時間、頻度が多くなり、生活上の問題として付きまとうことがある。総称の形状及び、受賞起点により分類される。以下のものは、総称とは、独立して扱われることが多い。傷は、どのように、自然治癒するかについて説明する。結晶板の凝集 血管収縮による止血。マクロファージによるエシ組織の取り込み。繊維目細胞が分泌するコラーゲンを主とした肉芽組織による収縮。肉芽組織の反根組織への変化。それによるはじめの安定。赤色の修復や炎症の反応が生じ、上皮や表皮が再生される。血液の凝固因子の活性化。活性は、 連鎖的に強まり破壊部位の血流を止める。受傷後、約4から5日。反応マクロファージの放出する物質により、繊維目細胞が呼び出され修復の主たる成分、コラーゲンが酸性される。総称治癒過程の初期には、まず結晶板偽収納に優れる3型コラーゲンが、酸性蓄積され、やがて I 型コラーゲンに置き換えられて、 いずれは太く密なコラーゲン繊維となる。これにより組織は安定し、血管申請、毛細血管発達が見られる。創傷からの回復を促すために、創傷環境調整が提唱されており、エシ組織の除去、感染や炎症への対処、乾燥の防止、浸出液の管理などがある。傷は消毒させて乾燥させるという常識のもと、従来は、 傷の表面を乾燥させ、ガーゼで覆ったが、傷を湿潤させるという新たな考え方が見られるようになった。湿潤環境は乾燥に比較して、表皮の回復や血管の申請、また痛みの管理にも有利である。ガーゼ以外の湿潤環境を得るための総消費副剤では、ハイドロコロイドにの未知湯促進効果が確認されているというシステマティックレビューがある。 傷は、適度な温度の水道水、生理食塩水などによって洗浄され、細菌や残留物が洗い流される。異物などの除去は必要だが、過剰な洗浄は、治癒を促進する、サイトカインなども洗い流してしまう。浅い傷では洗浄で十分であり、消毒は不要で、感染しつつある段階から消毒が考慮される。 上皮化がまだで肉芽を形成している時期に無用な消毒を行うことは肉芽の形成を遅らせてしまう。熱感、海、発火、疼痛、発熱など感染による症状を呈した場合には、エシ組織の除去、消毒、抗生物質などが用いられ、感染が制御でき次第中止する。深い傷では感染が管理され、エシ組織を除去することで、 創傷環境を整え、湿順療法を目指すが、毎日の洗浄は必須ではない。外用薬を用いる場合、2週間をめどにその効果を検討すべきであり、万全と使用しない。浅い傷では、アズレン軟膏抗生物質を含む軟膏白色アセリンなどが使用されるが、抗生物質は耐性菌の出現の懸念のために週間以上の使用は推奨できない。 深い傷では、エシ組織の自己誘拐を促進させたり、さらなる除去を容易にするために組織を軟化させる、成分を含む外用薬も選択肢となる。ドレッシング剤は、傷を閉塞させ、出潤環境を作ることで、細菌への抵抗力を持つ進出域や、細胞増殖因子を保持し、エシ組織の自己誘拐を促し、汚染を防止し、痛みを緩和し、 従来からのガーゼと比較して感染率が低くなる。感染の可能性がある場合には、湿潤環境は細菌を増殖させることもあるので、傷口の監視が必要である。ドレッシング剤としては、以下があり、吸収力が異なるため、浸出液の多さ、少なさによって適切な湿潤環境を整えるためのドレッシング剤が選択される。浅い傷には、 ポリウレタンフィルム、薄いハイドロコロイドや薄いポリウレタンフォームが使用される。日本皮膚科学会のガイドラインは、抗菌作用のある銀を含有するドレッシング剤については、使用するための証拠は不足しているが用いても良い。英国国立医療技術評価機構の評価では、感染症称に対して、銀含有ドレッシング剤を呼び、銀クリームを使用するための証拠は、 不十分である。痛みの管理には、その原因を判別し、また、世界保健機関による三段解除通の考え方に、従う。つまり、軽度の痛みには、ヒステロイド性抗炎症薬が用いられ、効果不十分では、他の薬剤が考慮されていく。ヘパリン類似物質は、水分保持作用があり、症候を薄くする、一般医薬品として2011年より、 小林製薬が販売している。ビタミン系クリームは、座礁の治療や、色素沈着の抑制に使われてきており、血管外の血液の除去を容易にする。耐性菌の問題も、抗生物質の過剰な使用や誤った使用によって、急増している。耐性菌に対応するため、耐性菌の問題を生じにくい精油、蜂蜜、銀や金など、 金属のナノ粒子を使ったものが研究され、総消費複剤に組み込まれるようになった。2007年までのレビューで、総消治油に対する精油を利用した人での研究は、少なく、カモミール、ラベンダーを利用したものがあった。5人のごく小規模の試験は、3ヶ月程度の慢性総消に対するラベンダーと、カモミールオイルを1、1で6%溶液にしたものをガーゼに垂らし、 比較具により有効とした。14人での二重毛検試験にて、カモミールオイルは、タトゥーによる切り傷からの進出範囲を減少させ、乾燥傾向があった。声優の抗炎症作用、抗菌作用は、文献で示されているものであり、2018年のシステマティックレビューでも、動物研究だがより早い総称の閉鎖、コラーゲンの形成が見られており、 2010年代には、フィルムやナノ繊維などの総称を被覆剤と組み合わせた研究が存在している、オリーブオイル、グレープシードオイル、ココナッツオイル、アルガンオイル、アボカドオイル、ホホバオイルといった化粧品などに用いられる、植物油の総称治油に対する研究は、動物研究など基礎的なものが実施されている。他に治油期間を遅くする要因は、タンパク質。 ビタミンやミネラルなど、栄養欠乏また、年齢である。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 日本皮膚科学会 2017ABC 補、さき清人、臨床医学概論、生活習慣病を中心として、ヘルスシステム研究所2008年第3版26ページ。 ISBN 978から49億252万7575。保、咲き清人、臨床医学概論、生活習慣病を中心として、ヘルスシステム研究所、2008年、第3版。ISBN 978から49億252万7575。英国国立医療技術評価機構。クロニックウンズ。 アドバンスドウンドドレッシングスアンチマイクロビアルドレッシングス。ナショナルインスティチュートフォーヘルスケアエクセレンス。2018年6月10日。閲覧。内山理科、傷跡よ、さらば。目立たなくする治療法や、セルフケア続々登場2014年5月9日。ヘンマチ AA、フッシュマンド G、5番袖 B。 ネマチ M, ビーミネッシュ MA, トピカルビタミン K1 プロモーツリペアオブフルシックネス。うーん、ドインラット。インディアンジ J ファーマカル、492ドイ、10.4103 0253から7613.135953。PMC4118534。PMIDO25097279。http:/www.ijp-online.com a r t i c l e .asp。一瞬イコール0253から7613。イヤーイコール2014。 ボリュームイコール46、イシューイコール4、スページーイコール409、エパゲイコール412、オーラストイコール変待ち、AB2 ゲート I、グラメトセスク V、グラメトセスク m トリートメントストラティジーズ4インフェクテッドウンズ。マリキュールス、ドイ、10.3390、マリキュールス2 3 0三2 3 9 2 PMC。 六百二二十万五千百五十四プミド三千二十三万千五百六十七 https コロンスラッシュスラッシュ www.mdpi.com スラッシュ一四二零ダッシュ三零四九スラッシュ二三スラッシュ九スラッシュ二三九二スラッシュ htm、ウーラード ac、テータム形式、バーカーエスザインフルエニスオブエッセンシャルオイルズオンザ、プロセスオブウンドヒーリング。 A レビューオブザカレントエビデンス。J ウンドケア二百五十五七ドイ十点一二九六八ジャウック二千七点一六六六点二七零六四プミド千七百七十二万二千五百二十二ハートマン D クッセージ C ツー US プラクティショナーズエクスペリエンスオブユージングエッセンシャルオイルズフォーウンドケア J ウンドケア。 31720、ドイ、10.12968, ジャウック、2002.11、8.2643ップミド、1236766、グラウニア HJ。ローランシー、スウォーボーダ M、エフェクトオブカモミールオンウンドヒーリング、A クリニカルダブル、ブラインドスタディ。Z ホコル、62、1262、1267。 71、プミド3318,194、ペレス・リコールダ M、ルイズ・アリアズ・アイー・アーミダイ EB、クッド・エッセンシャル・オイルズ・エンハンス・バイオ・ポリマーズ、パフォーマンス・フォー・ウンド・ヒーリング、A ・システマティック・レビュー。ファイト・メドソン、5765、ドイ、10.1016。 j 5ムド2 0 1 7 0 9 0 2 4プミド29425655リン TK チョニエルサンティアゴジェールアンチインフラマトリーアンドスキンバリアリペアエフェクツオブトピカルアプリケーションオブサムプラントオイルズ INTJ モルサイドイ10.3390 アイムズ1 70, 70, 9百一1七7 0 PMC5796020 プミド2928987 http://www.mdpi.com ススララッッシシュスラッシュ1422-0067スラッシュ19スラッシュ1スラッシュ70スラッシュ htm デビア S パドマ VV サンティニーウンドドレッシングスエイレビュー バイオメドソン22ドイ、10.7603 s406810150022eq, p m c 4 6 6 2 9 38,、um、61, 39, c c 3 8 p m i d o 2 6 6 1 5 5 3 9 h t t p s w w w g l o b a l s c i e n c e j o u r n a l s c o m スラッシュアーティクルスラッシュ10.7603スラッシュ s40681-015 スラッシュレレ22-9スラッシュ fulltext.html ありがとうございます。